まで結局が払拭できなかったってことですよね。デイブはマイケルの幼児虐待についてはどう思ってるの？やっぱり不自然な環境多すぎたと思うんですね。しかもチャンドラ君っていうこの映像の1年ぐらい前にですね、2000万ドルの次男を払ってるわけですから、何もなかったらそこまで払おうかっていう、まあ、どうしても疑問がありますけどね。まあ、ただこの、ね、96年撮影の映像を見る限りはもう徹底的に戦うぞという姿勢がもうマイケルの肉声から分かるという感じがしますね。まあ、あとは、まあ、いわば状況証拠も多いんですよね。あのネバーランドの秘密の部屋とかそういうのがたくさんあった。でなんで今こんなに、また話題になってるかっていうこともあるん